すごいです。ここはメガソーラー、メガソーラーの草を食べてくれているのがこのヤギたち、ヤギたちが仕事をしています。オシカ観光のヤギ社員たち、はい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 、もう奥の方までずっとメガソーラーになっている広いところを、はい、羊くんもいます。おはよう。はい、じゃあ今日はまやちゃんに飛んでいただきました。あー、こんにちは。はい、そしてお一人、今日おとり作戦をするぞって言ってます。シュレさんも頑張ろう。はい、今から餌をあげます。餌をあげるのが今日は仕事です。よし、おしく観光の面白いところ今日は動画にしてます。そっか、よしよし。お、まやちゃんに集まってる人気者、ハイジ、ハイジっぽいよ。お、怒るなよ、怒るなよ。すごいすごい、おすごいです。ここがお家だ。はい、食べてます食べてます。すごいね、こうやって、まあ、草の他にこの餌もね、美味しいからいっぱい食べる、ね、はい、そう、一番チビ、はい、赤ちゃんもね、まあここにこうやっていつもいるけど、ああすごい、このボス、うん、すごいね、子供に食べさせろよ。ああ、そっか、結構欲張りだな。葉っぱを食べるお仕事を頑張る社員たちです。はい。本当にね、これ人間が草刈りするっていうのはなかなかの重労働だから。ね。まあ皆さんメガソーラーだからめっちゃ広いのももうわかると思いますけど、はい。ここを見守ってくれるヤギたちです。ここ一応あのペットか避難所にもなっている大きな敷地になってまして、おうおうおう、災害とかあった時に、うん、こうペットが一緒に避難できなかったはっていうのがあるので、あ、その話は、はい、今ねペットが災害の時に避難できなかったっていう話、はい、うん、それは本当にあの東日本大震災の時の話なんでしょ、うん、はい、うん、で石巻の人たちが実際そういう困ったなっていう時に、うん、おしか観光さんここを、うん、はい、じゃあそういう困った時、はい、ペットと一緒に避難してこいよって、そうです、やっちゃうんだ、はい、やってます、はい、やっちゃうんだやっちゃうんだ、はい、うんうんうん、そっかそっか、うん、いろんなことをおしか観光さんやっちゃうね、はい、そうなんです。やっぱもう賃貸ももう9割がペットかアパートですし、うんうん、まあ、新築もペット、リフォームもペットと住めるお家やってますので、うんうん、やっぱ動物大好きでね、うん、会社にもいっぱいいるからさ、はい、はい、この通りヤギもね、はい、そしてまやちゃん今日水曜日、はい、なんかさ、はい、ヤギ行くよっていうの、はい、毎週のルーティーン、あ、そうです、仕事の一部です。はい、そうだよ、はい、はい、おしく観光さんでヤギの世話したい人募集します、はい、お願いします。はい、はい、まあいろんな現場があるから、うんうん、何でもやっている印象ですけど、はい、本当はまあちゃんは広報そうです、はい、はい、そうなんですけども、はい、いろいろやります、いろいろやります、ね、社長がね言ってました、こいな仕事やらせんだうちの社員にとかって、うん、言ってましたんで、人生のいろんな勉強になって、ね、うんうん、楽しい、社長もね、はい、なんかね、あー無理やりやらせでやーなんてね、はいはい、ちょっとね、あー悪くも控えめなこと言ってたんですよ。あ、そうなんですね。うん、ああ、意外でした。そうだ、だからね、はい、あの、電話でさ、はい、ちょっとケツでも撫でてやるよとかって、はい、言ってたけど、ね、切った後にね、はい、うちの社員よくやってけてるなって。って言ってましたよ。今日いないからね、社長ちょっとフォローしときましたね。はい。ほんで、これはね、おしく観光、ペット、自然編の動画にします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。オッケー。